それでは早速ですがお一人ずつご挨拶をいただきたいと思いますえ私からお一方ずつご紹介させていただきますまずはじめに捜査権がない警察官にもかかわらず事件の謎を独自に調査し真相に迫っていく県警の広報職員森口泉を演じられました杉咲花さんですこんにちは。 えー、森口泉を演じました杉崎花です、えー、今日はお足元の悪い中お集まりいただきありがとうございます、えー、短い時間ですが楽しんでいってくださいありがとうございます続きまして本作で泉の捜査を献身的にサポートしバディ的な存在となる年下で警察学校同期の磯川俊一を演じられました萩原陸さんです こんにちは磯川俊一役を演じました萩原理工です、えー、本日は短い時間ですがよろしくお願いしますありがとうございます続きまして一連の事件を捜査する県警捜査一課のベテラン熱血刑事梶山浩介を演じられました豊原浩介さんです梶山を演じました豊原浩介です えー、今日は大勢の方にご視聴を集まりいただき本当にありがとうございます、えー、短い間ですがよろしくお願いしますありがとうございます続きまして泉の上司で元公安の戸賀氏を演じられました安田健さんです戸賀氏を演じさせていただきました安田健です本日はありがとうございますよろしくお願いします ありがとうございます。そしてメガホンを取られました原博人監督です。ありがとうございます。えー、監督の原博人です。えー、本日はお足元の悪い中こんなにもお客さん多くのお客さんにはお集まりいただき、えー、本当に感無量です。えー、最後まで楽しんでいっていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして最後に原作者でいらっしゃいます湯崎優子さんです。 はい、原作者の湯月優子です、えー。このような場所に晴れやかな場所にお招きいただき、大変嬉しく思っています。今日はよろしくお願いいたします。えー、それでは早速いろいろとですね、お話をお伺いしていきたいと思いますが、多少でしたらネタバレもオーケーということで言われておりますので、まあたくさんいろんなお話をしていただければと思います。えー、まずは杉崎さん。 はい、本日完成披露ということで、先ほどお客様にもお伝えしたんですが、もう1万人以上の応募があって、はい、今日はこうして満席ということになっています。えー、いはい、今のお気持ちはいかがですか？いや嬉しいですね。あの、こんなにたくさんの方々にあの映画を楽しみにしていていただけてるんだなと思うと本当に嬉しいです。あの 1> 1年以上前に撮影していたのでちょっと懐かしさも感じているんですけどようやくお届けできることが本当に楽しみですね。ありがとうございますいろいろお話をお伺いしていきたいと思いますが続きまして先ほどもね撮影があの2023年の3月4月頃でしたでしょうか 1>,、はい、1年前のその撮影を振り返られて懐かしいという思いもおっしゃっていらっしゃいましたけど印象的的だったことっていうのはどんなことでしたか やっぱり桜がモチーフになった作品であの本当の桜を撮りたいと監督がおっしゃって蒲氷の方であのロケをさせていただいていたんですけどもう人生で見た中で一番美しい桜だったなっていうふうに感じていてあの迫力が、うん、そのままこの絵に映し出されているように感じたので本当に早く皆様にお届けしたいですね。 ありがとうございます。監督やはり桜にはこだわられたですね。はい、そうです、ね、一応あの桜の時期に撮影はしたいというので桜の描写をやっぱそのあの泉の心情と重ね合わせてこう普段だったらきれいに見えるものが泉の心情とともにちょっとこう違って見えるっていう形にあの捉えて。 もらえればいいかなと思って、そういう形でちょっと撮影したいなっていうので、ちょっとこだわらせていただきました。はい。さてここでですね、少し本作にちなんだこともお聞きしたいと思います。えー、キャスト4名の皆様にお伺いしたいんですが、本作では信じるべきものは何か、信じられるものは何かという葛藤をそれぞれの登場人物が抱えながら物語が進むにつれ、どんどんと窮地に追い込まれていきます。さて。 キャッチコピーにもあります、私を信じてですが、私のここを信じてこれは裏切らない自信があるというところがあれば教えていただけますでしょうか若干皆さん困った顔をされていますが <laughs> 杉崎さんからお伺いしてもよろしいでしょうか。ああのじ 10分前到着ですかね。はい、十分前到着です。で <laughs> も普通、普通ですから。<laughs> <laughs> でも、遅刻されない。<laughs> あの、あの、十分前行動、ここがけて何 <laughs> ですかち。ちっちゃい声で、どうだろう。なって、安田さんがそ話。<笑><笑>安田さん、どうだろうなというのは。<も>渋滞とかあるじゃないですか。<laughs> あの、さし、あの、それは、あ、の、あります。あります。たまにあります。<laughs> 基本的にはでもその10分前到着するようにしてます <laughs> これ以上もう出てこないです <laughs> 出てす <laughs> 自信がある <laughs>、はい、ありがとうございます杉崎さんからは10分前ということでいただきましたが、はい、萩原さんはいかがですかいや僕も10分前とか言いたいんですけどちょっとここで言うと将来ちょっと自信がないんで何ですかねまあでも割と飽き性なんですけどあの自分が一回好きになったものは割とこうずっと 好きでで続けるる気がするので趣味とかですかね例えばあの、まあ、バスケットボール NBA 見るのがすごい好きでそうですねだからウォリアーズを応援するっていうのは多分もう裏切らないと思います裏切それぐらいですかねちょっとあとはちょっと自信がなくて <laughs> <laughs> ちょっとここで宣言はできないですけど <laughs>、はいはい、好きになったものはこううささ最後までなのかわかんないですけど先輩はお芝居も あ、そうですね。あ、そうですね。<laughs> そうあ、そうですね。じゃねえや。違う違う。そうですね。あ、そうします。総理 <laughs> します。お芝居です。あり,す <laughs> ありがとうございます。豊原さんはいかがでしょうか。ほとんど信用しない方がいいと思います。<笑><笑>ま,まあでも、ま、うんどうしてもひねり出せっていうんであれば、そうですね。酒飲んだ後に後輩に作る飯は<ー>あのー。 いろいろとあのー、作るんですけども、バズレシピには勝てるんじゃないかなと思ってます。すごい今もう杉崎さんがえーっとね食べてみたいですよね。食べてみたいです。いや本当にうまいですよ。あですか。えー、どんなメニューを作られるんですか。いやもうその時時のまああの思いつきですけどね、あの手羽煮たりとかあの飯食べたりとか、えー、いやつ。 これは後輩たちがみんな酒に酔ってるから、まあ、その下駄も履かしてもらいながらっていうそんなもんすかね,ね萩原さん後輩になりますけど役者として召し上がってみたいですねいやそうですね、うん、ちょっといつかその代わり朝まで飲むよ <laughs> 飲んだ後にちょっといたとけたら嬉しいです <laughs> でありがとうございましたそして安田さん はい、いかがでしょう、えー、私の「ここだけは信じて」はい。一緒に、えー、飼ってる犬に向き合ってる時の自分に嘘はないですね人ほど不確かなものはないでしょう、はい、信じるから騙されるんですよ勝手に信じてそうじゃないっていう時に勝手に腹立ててんですよ 人間ほど不確かなものはないからいろんなエンターテインメントができるわけであって僕はもう犬と向き合ってる時の自分だけですね <laughs> 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 いやいやそのマイクを外して何かあったんかって聞かれてもあれですけどあ僕はそこは自信あります <laughs> <えー S 2> そうですかでも本作にも向き合ったのは向き合われたのは自信があるんです本作り、ね、あ作本作りこの映画には もうね、犬、はい、と同じぐらい向き合わせていただきましたけどやっぱり現場でずいぶん監督長く回すなとかね <laughs> すません若干思ったりしましたけどもちろんちゃんと向き合って実際見た時こんなに取る必要あんのかなって若干思いましたけど見たら本当に必要があったってことか分かっちゃってめっちゃ面白かったです <laughs> ありがとうございます。はい ありがとうございます。ということであの皆様にはですねとっても楽しく貴重なごいあのお話を聞かせていただきました本当にありがとうございました <laughs>、えー、残念ながらですねあのお時間が来てしまいましたので皆様を代表して杉咲さんと原監督より本作の見どころだったり魅力そしてメッセージをいただきたいと思います。 本作のテーマなんですけども「えっと、正義」というキーワードが第一にあって、まあ、それぞれの「正義とは」っていうのがこう展開されつつ重なり合った時に事件が進んでいくんですねでそういった作品をこ,うこの俳優部の皆さんとスタッフと本当に一生懸命作らせていただきました渾身の本当に口ない桜になったと思います、えっと、映画は こうやって今日本当に世の中の皆さんに初めて触れると思います。で、やっぱなるべくやっぱ多くの方々に見ていただきたいので、もし本当に面白いと思ったらいろいろと広めていただけるとあの幸いです。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは杉崎さんお願いします。はいえー、あの操作権限を持たない一人の女性が 公安の闇に立ち向かっていくという壮大なこうテーマの中に、人の静かな心の機微のようなものがあの映し出された映画になっているのではないかなとえ私は感じています。あの泉は大切な人のことを傷つけてしまうんですけど、なんかこうそんな主人公のことを。 もしかしたら好きになれない方もいるかもしれないんですけどでもなんかこう自分なりの方法で何とかして責任を取ろうとする姿を見つめている時になんか自分は他者とどう付き合っていきたいんだろうっていうことを問われているような気持ちにもなったりしてあのそんな風に考える2時間があってもいいんじゃないかなっていう風に思っています。あの皆さんんがどんな風に 感じてくださるかとても楽しみです今日は来てくださって本当にありがとうございました